チモシーロール痛い痛い。どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。今ちょうどですね、毎朝恒例の平安報をですね、丸吉くんとしてるんですけれども、まあ、その平安報楽しみながらね、よしよしよし、しっかりと、歯の伸びすぎ対策、あとはおっとと食物繊維の補給、それを持ってですね、こういうのを購入してきました。チモシーロール、スーパープレミアムチモシーを食べやすいロール型にですね、こう縛ってあるおもちゃなんですけれども、まあ、ストレス解消、歯の伸びすぎ防止、食物繊維の補給、まあ、さっき言ったのとちょっと被っちゃうんですけど、まあ、どうせ食事をするんだったらストレス解消もしながら遊んで楽しみながらっていうのをですね、両立できるのかっていうのをちょっと今日見ていきたいと思います。はい、こんな感じですよね。この縛ってる部分がこうね、ちぎれたらはだけちゃうと思うんですけど、まあどれぐらい持つのかなっていうのは、まあちょっとやそっとじゃ壊れないと思うんで、さどうだい、ん、どうした、ほら、おお、お、食べた、痛い、ちょっと勢い余って指を噛まれちゃいますねあ、でもいいですね。なんか普段チモシー食べるのよりもなんかアクティブに、ちょっと活気のある朝ごはんという感じですよね。お、おお、おお、元気だね。ね、よかった。元気元気。あ、ちなみに昨日紹介したおもちゃ、サトウキビ、もうこんなになっちゃいましたね。もうただの木の皮が転がってるみたいな状態ですよね。そんだけ、この、匂いっていうか、この噛み応えが、ちょうどいいんでしょうね、これ。はい、それじゃあ丸吉くんは一旦ケージに戻ってもらって、まあ、これも一緒に、ね、遊びながら朝ごはん食べてもらえるかちょっと見てみますね。次はね、ももちゃんとココアちゃんですね。はい、それではももちゃんとココアちゃん、ももちゃん、ココアちゃんはですね、昨日あげたサトウキビあんまり噛んでないんですよね。痛い痛い。チムシーロールはどうなんでしょうか。ほら、まあ、普段の主食ですからね。お、ココアちゃん気に入ってくれた。なんか遊んでるっていうよりも、もう普通の食事みたいですね。お、これはもうなんか丸吉くんより食いつきがいいですね。いいね、ほらこっちこっち、ほらおいで。お部屋の中で遊んであげてもいいんですけど、ケージの中の方がおすすめですね。結構ちぎれてこうチモシが散らかっちゃいますんで。
続いて小雪ちゃんとマロンちゃんですね。さあどうだい。ほら、お、小雪ちゃんすっごいバリバリ食べてるね。ほら、マロンちゃんも。マロンちゃん食べないか。お、いた。こっちあるよ。取らなくてもこっちあるよ。あら、こっちはいらないか。お、すごい勢いだね。もうこの巻いてある3箇所巻いてあるうちの1箇所、痛い、はもうね、ちぎれちゃいましたね。ということで、我が家のウサギたち5羽全員ですね、まあ、普段食べてる主食だけあってですね、チモシーのおもちゃ、どうしたね、存分に楽しみました。一番が率スーパープレミアムチモシー使用してるので、まあ、硬さもそれなりにあって、ね、みんな喜んで食べてくれてますね。食べずにこう引きちぎってね、振り回して遊ぶっていうのもね、見受けられたんですけど、それはそれでストレス解消になっていいかなって思いました。我が家は多頭飼いなんですぐなくなるんですけど、3本セットですから1羽だけ飼われてるご家庭だったら、まあ、1週間ぐらいは持つんじゃないかなって思いますね。うさぎさんの性格にもよるんですけど、ぜひ参考にしてみてくださいね。はい、もうちょっとでハロウィンですね。そろそろ我が家もですね、おお、危ない、そろそろ我が家もですね、ハロウィンパーティーの準備を始めていきたいと思います。では今後もですね、こういう風にウサギと遊ぶためのおもちゃを紹介したり、いろんなペレットとかチモシを試してみて、実際に食いつきはどうなのかとか、いろいろ試していきたいと思ってますので、気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた他の動画でもお会いできたら嬉しいなと思います。さよなら。